小川劇場というか、のりこ劇場というか、何を見せられてるんだろう。皆さん、こんにちは、はんにゃです。本日は2022年7月27日ですね。で、先にこの動画の結論を申し上げると、のりぴ、三文芝居をこんな公の場ではしないでということになります。この動画では、統一協会関係に切り込む立憲民主党の行動を見ておこうと思いますので、最後までお楽しみください。では、今回の目次はこちらです。 では、軽く事実を振り返っておきましょう。で、以前の動画でもお伝えしたように、統一協会系の機関紙ともよく言われる世界日報で、自民党、国民民主党、日本維新の会の議員が今年の正月対談をしたんですね。それについて、立憲民主党の石垣紀子議員がこのようなツイートをします。こちらは7月20日のものですね。以下引用です。世界日報今年の正月特集、自民、国民、維新、会見3党、 統一協会の機関紙に揃い踏み。わかりやすいですね。以上ですね。また、同僚の蓮舫議員も同僚の一理をするんですね。 そうしますと、石垣のりこ議員のもとに、世界日報社から抗議文が送られてきます。こちらは7月22日の石垣のりこ議員のツイートですね。以下、引用です。世界日報より抗議文が届きました。世界日報、統一協会の機関紙とする私の発言の撤回を求める内容です。結論から申し上げますと、このような脅しに屈し、私が発言を撤回することは決してありません。 なお、口述する通り、世界日報を統一協会の機関紙と扱う学術書や辞書類は複数存在します。以上ですね。その講義文には、石垣議員は世界日報を統一協会の機関紙と断定するが、世界日報は総合日韓しであり、統一協会の機関紙ではない。枝野議員なども世界日報の座談会に出たことがある。問題のツイートを削除しろなどの内容が書かれています。 まあ、石垣議員はそれに対して、知らんって言ってるわけですね。で、そうしますと、石垣氏はこの抗議文を放置していたようですね。そして、新しい抗議文が送られてきたとして、石垣典子氏が7月26日にこのようなツイートをします。以下、引用です。統一協会の機関紙、世界日報からまた何やら届きました。統一協会が何と言おうと 私は発言を撤回しません。さらに統一協会と同じ土俵で話をするつもりもありません。以上。以上ですね。うーん、なかなかパワフルですね。正直言って、どんな団体であろうと、現在合法の団体から怒られている以上、同じ土俵で話をするつもりはないというのは傲慢すぎるとは思いますけどね。毅然とした態度とも言えますが、相手が現在合法の団体ですからね。 せめて、抗議文の内容については承諾できないとか返答するべきだと思いますけどね。で、その抗議文の中では、やはり、世界日報が統一教会の機関紙であるという部分の撤回を求めているのですが、その際に、過去に立憲議員が訂正をしているという件を具体的に取り上げているんですね。すなわち、立憲民主党の現在政調会長である小川淳也議員が、平成26年の衆議院予算委員会で、 統一協会の機関紙である世界日報と表現したが、2週間後には別の委員会で事実誤認があったとしてその内容を訂正してるんだと世界日報が抗議してきたんですね。しかし石垣氏はこの抗議部に対する返答を世界日報にはまたしない様子。 そうしますと、先ほどの石垣氏のツイートを引用リツイートして、小川議員がコメントします。こちらは小川議員の7月27日午後0時33分のツイートですね。以下引用です。当時、山谷国家公安委員長の在特会や統一協会との関係性を厳しく正した際、世界日報、協会機関紙とし、関係者の抗議を受け、訂正したものです。 当時はテレビの生中継が入り、なおかつシビアな内容に踏み込む国会質疑の場面だったため、細かい点も含め発言内容に正確性を期すべき、そう判断したものです。以上ですね。で、あれなんか変じゃないですかね。この小川さんの発言を見る限り、世界日報を統一協会の機関紙と発言した後に、関係者の抗議を受けて訂正した。 ということなんですが、その際、細かい点も含めて発言内容に正確を期すべき、そう判断したものと書いてますよね。んじゃあ,あ、小川氏の中では、これは、正確に言えば、世界日報は統一協会の協会機関士ではないとおっしゃってますよね。で、確かに世界日報が統一協会と関係があるのは間違いないと言っていいと思うんです。 また、一般的に、機関紙だって言われるのも叱らないと思うんですよね。ただ、確かに市民を見る限り、普通の新聞っぽいんですよね。それこそ、例えば新聞アカートを見れば、ああ、共産党の機関紙よね、と思うくらい、まあ、共産党の宣伝というか、共産党の考えを広めるための新聞、と思いますから、これは共産党の機関紙であると認定して問題ないと思うんです。 ただ、確かに世界日報は、中身は一見すると、ただの保守系の新聞にも見えます。まあ私もそこまでちゃんと確かめてませんから、微妙ですが、機関紙なのかどうかで言われると、微妙と評価せざるを得ないと思うんですよね。だからこそ小川さんは、正確性を期すべきと思ったのでしょうか。じゃあ、あれむしろ世界日報の抗議文にも一定の意味があり、石垣議員の態度の方が問題では 他にも世界日報を統一協会の機関紙と断定する専門書があるから自分が正しいんだというのは一方的な判断の押し付けとも言えるわけですしね。 自分が正しいんだから抗議文を無視していいとする態度はかなり問題でもありますからね。ただこのような小川氏のツイート、すなわち正確に言えば世界日報は統一教会の機関紙とは言えないかもしれない発言に対して石垣紀子議員は突然おかしなリアクションをします。こちらは石垣紀子議員の7月27日午後4時31分のツイートですね。以下引用です。 承継すら覚えますしかしもしあの時私がおそばにいれば関係者の抗議になどをくっする必要はないとお支えできたのにと悔やまれてなりません先輩これからは不詳私がカルトとの戦いをお支えします以上ですねうんなんだこれ承継すなわち憧れの気持ちを小川氏に対して持つとか言ってそして抗議に屈してって言ってますが小川氏は抗議を受け訂正したものです 正確性を期すべき、そう判断したとは言ってますが、抗議に屈したとは言ってないんですよね。もちろん、抗議のために揚げ足取りをされないように、より安全な表現にしたという意味で、抗議に屈したということなんでしょうが、逆に言えば、明確に機関士と断定することはできないと、小川氏が判断したんでしょうしね。なんか微妙だな。そして、先輩、これからは、不詳私が、カルトとの戦いをお支えします、と占められていますが、なんだこれ。 なんか安い劇を見せられてる気になるんですが、まあツイッターですから、砕けた表現でもいいのですが、これを見せられてる有権者は、どんな顔をしたらいいんでしょうか皆さんの表情は私と同じだったでしょうかぜひともね、皆さんの表情をコメント欄で教えてください。ではぜひともチャンネル登録、高評価、概要欄のチェックもね、お願いします。直前動画の立憲民主党がわがままを言って追悼演説をさせろ。しかしその話に関したマヌケだって動画もね、 結構証拠なんか集めて面白く作ってますのでよかったらそっちもチェックしてくださいでは次の動画でまたお会いしましょうバイバイ